住まいの進化を追い求めた私たちの歴史は、暮らす人の幸せを追い求めた歴史そのものです。三井グループのルーツは、1673年江戸日本橋に三井高利が呉服屋越後屋を開業したことに始まります。その起業家精神は脈々と受け継がれ、いつしか人の三井と呼ばれる日本を代表する一大企業グループに成長しました。三井グループの中核、三井不動産。積み重ねてきた歴史は日本の発展の歴史そのものといえます。日本初の超高層ビル、霞ヶ関三井ビル。数多くの日本初にチャレンジしてきた三井。北米で圧倒的なシェアを誇っていた 2x4 工法を日本で初めて手掛けたのもまた三井でした。画期的なこの工法を日本に普及させるという大きな使命を担って誕生したのが三井ホームに他なりません。日本初の本格洋風住宅ウィンザー。その後も次々と新商品を発表し、住宅業界に新風を巻き起こしました。インテリアコーディネーターを制度化したのは三井ホームが日本初。住宅に保証システムを採用したのも三井ホームが日本初。そして2016年7月、日本初の震度7に60回耐えるという驚異的な実大実験を実施、極めて優れた耐震性を実証しました。家は家族の人生を預かるかけがえのない場所。ただ生きるのではなく、生きる喜びを作る場所。三井ホームはこれからも住む人の幸せを追い求めていきます。